行ってる。いや、朝日岳から、白雲越え、中別越えて、ほんで、中別から戸村内で、雨にすごい入りのからの、美瑛で、十勝ですね。なかなかの1週間以上の ハイキングでした。やっぱロングトレイルいいですね。もう最高の景色でした、北海道は。ロングトレイル歩かないと、やっぱこう気づけないこととか、思い出せないこととか、あとちょっとこう純粋に、しょうもないことだけで笑うっていうのも、あんまないかなと思うんで、次もまた歩きたいですね。はい、北海道。そしておじい兄さんありがとう。ありがとう、純ちゃん。せーの。う？ハイカータイム。ということで、ありがとうございます。待っててくれて。僕も楽しみにしました。いや、すごい暑いですね。今年は異常です。あ、本当ですか。暑かった。お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。朝日川のトシです。どうも、会えてみます。ありがとうございます。いただいて、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい暑い。ここの重曹1週間はかなりきついと思う。そうっすね。足震えますもん。いや、今日も十勝降りてくるってことは、向こう、いや、あっちも一回戻ってくるのかなとか思いながら。そうそう、美瑛から一回、でも上幌の方にちょっと間違えて降りちゃったんですよ、一瞬。はいはい、で、そのまままた戻って。で、こっち降りてきてみたいな。永遠すぎますね。永遠すぎます。すごい疲れた。せっかくなんで、そこで写真もちろん撮りましょうか。え、私撮りますよ。 ありがとうございます。入ってください。じゃあ一旦切るね。はい、どうぞ。はい、防災シェルターに、皆さん迎えに行ってくださいました。お名前はお願いします。佐藤啓司です。英二さん。そうした旭川の土地のローマイと言います。皆さんありがとうございます。冷たい飲み物をいっぱいいただきました。いや、もう幸せですね。お待たせもらおう。いただきます。ほな、いきます。せーの。ハイカータイム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 。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。